フランチェスコチレアは、イタリアのオペラ作曲家。1866年、イタリアのレッからブリア県パルミウまで、ナポリ音楽院に学び成績優秀。公共育章から、金メダルを授与され、また、模範学生として表彰される。1889年、音楽院の卒業作品として、オペラ、ジーナを作曲。音楽院付属の小劇場で上演し、好評を得る。 ジーナを評価した尊蔵には、チレアに短い三幕物のオペラ、ラッチルダの作曲を注文する。アンジェロ・ザナルディーニの台本に基づく、ラッチルダは、1892年4月7日、フィレンツェのパリアーの劇場で成功裏に初演され、同年9月24日には、ウィン初演が実現する。しかし、チレア本人は、このオペラを好まず、後、送付も失われた。 1897年11月27日、ミラノのリリコ劇場でチレアの三つ目のオペラ、アルルの女が初演され、当時24歳のエンリコ・カルーソがフェデリコ役を歌った。1898年、フィレンツェの王立音楽院の家政教師となり、一時的に作曲を中断する。1902年11月6日、ミラノのリリコ劇場で四幕物、オペラ、 アドリアーナルクブルールが初演され、カルーソなどの有力歌手が出演したこともあり、大成功を得る。同作品は、チレアの代表作となっている。この成功の後、1905年には、作曲に専念するため教師を辞職。1907年4月15日、アルトゥーロ・トスカニー・ニシキにより、チレアの最後のオペラ作品、グローリアが初演される。なお、 チレアはこの作品の後もオペラの作曲を試みてはいるが発表には至らなかった。室内楽や声楽曲の作曲は続けた。初演から25年後の1932年4月20日にはグローリアの海底審判がナポリ・サンカルロ劇場で初演された。1913年、ジュゼッペ・ベルディ生誕100周年を記念する合唱付き、公共詩、人生の歌が ジェノバのカルロフェリーチェ歌劇場で上演される。その後、パレルモ音楽院院長職の公募に応募し、合格する。1916年、ナポリ音楽院院長に任命され、以後、1935年に定年退職するまで、同学院で教弁を取る。1950年11月20日に、イタリアのリグーリア地方バラッツェにて没した。生誕チパルミとバラッツェは、 姉妹都と提定を結んでいる。また、生誕地のレッジオカラブリア国立音楽院は、チレアの名にちなんで命名されている。チレアは、マスネなどの美しく精緻なオースケトラを特徴とする、フランスオペラの影響を受けつつ、アルルの女やアドリアーナルクブルールによって、レオンカバドやマスカーニラと並ぶイタリアベリズムオペラの機種となった。ピアノ曲も出版し、また優れた。 室内楽曲がいくつかあるが、広くは知られていない。ありがとうございます。